ジェレミー・マテュー、ジェレミー・マテュー、ジェラミー・マタ、1983年10月29日帯は、フランスオートイコール、ソーヌ県出身のサッカー選手。プリメーラリーがスポルティング CP 所属。フランス代表。ポジションはディフェンダー。本職は、左サイドバックだったが、2012年に、右アキレス県に全治半年の大怪我を負ってからは、 当時のバレンシア CF 監督だったエルネスト・バルベルデによってセンターバックにコンバートされ左サイドハーフやディフェンシブハーフとしてもプレーできる。マテュー自身はスペースのある場所で攻撃的に戦うことで自分の長所が出せると話している。2000年にフランシュイコールコンテ地域険最大のクラブである FC 訴訟の下部組織に入団し2002から03。 シーズン2、CS スダンアルデンヌ戦で、リーグン、一部デビューした。18歳の若さで、レギュラーポジションをつかみ、デビュー戦からわずか3試合目の、スタッドレンヌ FC 戦でプロ初得点を挙げる、衝撃を見せた。2002から03シーズンは23試合に出場し、パリ・サンジェルマン FC 戦の同点弾や、FC、ナントセントルアーブル AC 戦の決勝点を含む4得点を、挙げた。 彼は2002から03シーズンの躍進の重要な要素となり、5位でシーズンを終えて UEFA カップ出場権を獲得した。2003から04シーズンはレギュラーとして高パフォーマンスを披露し、リーグ戦5位 UEFA カップ決勝トーナメント進出、クープドラリーグ制覇に貢献した。2004から05シーズンも好調を続け、自己最多のリーグ戦34試合に出場し、 2シーズン連続で出場した UEFA カップでもベスト16となるがリーグ戦では10位と低迷した。FC 訴訟での活躍でイタリアのユベントス、イングランドのニューカッスルユナイテッド FC、エバートン FC、サウサンプトン FC などの興味を誘った。彼自身も遺跡を強く望んでいると報道され、現行の契約が残り1年で切れる状態になった。あと、 FC 訴訟は他クラブからのオファーを聞くことを認めた。結局、4年契約でトゥールーズ FC に移籍した。フルスの FC 訴訟戦でリーグ戦デビューし、その試合にフル出場した。2005から06シーズンは積極的なプレーを続け、自己最多のリーグ戦36試合に出場して、AC、アジャクシオ戦とトロは AC 戦で計2得点した。 2006から07シーズンはリーグ戦32試合に出場して2得点し3位での UEFA チャンピオンズリーグ予選出場権へに貢献した。しかし2007から08シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ予選でイングランドのリバプール FC に完敗するとマティウもクラブも散々な成績に終わった。左足骨折の影響でシーズンの半分を棒に振り、 クラブはリーグで2部降格寸前の順位でシーズンを終えたため、マティウはトゥールーズ FC に残留すべきか思い悩んだ。セリエ A の AS ローマが獲得に強い関心を示し、その他のイタリアのクラブからも興味を示されたが、クラブが放出を拒否し、マティウはトゥールーズに留まった。クラブとの契約延長を断り、 契約満了によるフリートランスファーで移籍することを目指し、クラブが FC ジロンダンボールドーから届いた移籍金450万ユーロのオファーを跳ね付けた後、マテューはシーズン終了後に移籍することでクラブと合意した。移籍問題でクラブと揉めてはいたが、プレイでの貢献は欠かさなかった。2008から09シーズンはリーグ戦31試合に出場し、自身初の無得点に終わったが、 リーグ戦の4み躍進に貢献し、クープ・ドゥ・フランスでは準決勝で EA ・ギャンガンに敗れたもののベスト4に入った。2009年6月10日には、ウナイ・エメリカン特率いるスペインのバレンシア CF に移籍することが発表され、7月1日に3年契約を交わした。契約満了による移籍のため移籍金はかからない。セビージャ FC 戦でデビューした。 2014年7月23日、FC バルセロナへの移籍合意が発表された。2015年1月15日の国王杯、エルチェ戦にて FK を決め、公式戦初得点を記録。3月22日のレアルマドリードとのエルクラシコでは、セットプレーにヘディングで合わせて、先制点を決めた。2017年7月1日にバルセロナから、 スポルティング CP の練習参加を許可する声明が出され、7月7日にバルセロナを退団して、スポルティング CP に移籍することが発表された。U-15 世代で初めて世代別のフランス代表に選ばれた。U-21 フランス代表では、レギュラーとして UEFAU-21 欧州選手権の出場権を獲得したが、 今大会には出場するメンバーには選ばれていない。2007年には、スロバキアとの親善試合に臨むフランス代表に招集されたが、A チームではなく、フランス B 代表として、スロバキア B 代表戦に出場した。2011年11月11日のアメリカとの親善試合で A 代表デビューを果たした。2016年3月29日のロシアとの 親善試合で半月いた損傷の重傷を追い、31日に手術を受けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。